諏訪大社前宮の水尾神社ですね。ご祭神腰犬日川姫の御子と神そうですけど、こちらの、まあ、裏側にご神体あるんですけども、そこにまず、出発する前に参拝されたと。水岸の清流っていうのが、まあ、もうちょっと上の方で水が飲めるんですけど、そこの水も流れてきて、そこにからの水が流れて、神の視野と、だとされてますね。でもそこが水の場でしたけど、この先に、まあ、その湖があるんですけど、まあ、そこも一つの史跡の一つですね。なんか面白い木がね、生えてます。この先に、湖が、湖というか、なんというかですけれども、あるんですけれども、まあ、ここが、まあ、神の足跡と言われているところですね。まあ、こういうところも散策しながら行くと、歴史的な背景が見えて面白いと思います。まあ、すぐですからね。